皆さんこんにちは、小学校6年生のボイミーです。今回もボイミーの電気シリーズやっていきたいと思います。イエーイ。はい、ということで今回はですね、福沢諭吉についてやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。ボイミーの電気シリーズ、福沢諭吉、レッツゴー。福沢諭吉は何をした人ということで、今日は福沢諭吉についてやっていきたいと思います。今日もですね、今回はノートに全てまとめてそれを見ながら話していくので、ちょっと紙の音とか聞こえてしまったらごめんなさい。ということで話していきたいと思います。まず福沢諭吉は1835年1月10日に大阪に生まれました。私も大阪だと思っていませんでしたね。うん、大阪です。大阪に生まれました。で、1歳の時に、お父さんが亡くなってしまって、九州の中津というところの今の大分県に、移動します。で、一気にそこから時が経ち、1853年にペリーが来ました。ペリー来航です。で、19歳に、長崎に出て、ランク、オランダ語を学ぶために、オランダに行きました。はい。で、23歳で、江戸、今の東京都に蘭学の塾を開きます。で、24歳の時に、英語を勉強し始めました。はい、すごいですね。英語いっぱい勉強してます。25歳が幕府の使節団の船の艦輪丸に乗ってアメリカに行きます。で、27歳の時に幕府の使節団としてヨーロッパに行きました。33歳で、はい、ここ大事です。蘭学の塾をもとに慶応義塾という学校を創立します。はい、慶応義塾知ってますね。私は行ったことがありません。で、37歳の時に学問のすすめという本を出版しました。第1編ですね。計17編をこの後のうちに出版しました。すごい人です。で、55歳の時に慶応義塾に大学部が置かれまして、日本で初めての私立の総合学大学となります。で、1901年の2月3日に66歳で亡くなりました。こう見るとすごい人生ですね。学問の勧めを出してるくらいなので、勉強が好きだった子なのかなって思うんですね。この伝記にも書いてある通り、勉強好きだったんですけれども、5歳の頃までは勉強が嫌いだったそうです。すごい、5歳から勉強始めたらおじいちゃんでもすごいんだけどね。じゃあ福沢諭吉はどんな人だったのか、何をした人っていう結論はですね、勉強をして多くの人に勉強を素晴らしさを伝えたりしたり、政治に西郷隆盛とか出てますからね、この年金の中に。政治に助けたりしていた人です。すごい人ですよ、福沢諭吉。さすが一万円札、イエイ。次は、福沢諭吉のこんな人だったよということをご紹介させていただきます。福沢、じゃあここでちょっとした問題をね、出していこうと思います。今ちょっとなんとなく流れ的に人生、福沢諭吉の人生を軽くちょこっと話したので、物知りクイズを考えたのでやっていきたいと思います。諭吉、福沢諭吉にはお父さん、将来諭吉にどんな人になってもらいたいと思ったのかやっていきましょう。よくありますよね。チックタック、あ、すいません。丸1、立派なお侍さん。丸2、偉いお坊さん。3番、裕福な商人。チックタック、チックタック、チックタック、チックタック。そろそろいいかな？ OK かな？もう一回、1、諭吉、福沢諭吉のお父さん、将来福沢諭吉にどんな人になってほしかったのか。1、立派なお侍さん。2、偉いお坊さん。3番、裕福な商人。
答えは偉いお坊さんです。江戸時代にはですね、いくら賢くても身分を変えることはできなかったので、諭吉のお父さんは武士の中でも下士っていう結構低い身分だったそうなんですね。だからお坊さんなら身分に関係なく努力すれば学問に優れていれば偉くなれるとお父さんは思ってたそうです。次、これはかなり有名な問題です。諭吉は大阪の適塾に入門した。そこの尾形考案先生はオラン大学も教える医者だったのですが、なぜ福沢諭吉は医者にならなかったのか。1、医学はつまらなかったから。2、血を見るのが怖いから。医者は儲からないからの3つで3択ですね。さあ、どうしてでしょう。これは知ってる人は知ってる、私みたいに電気が好きだよっていう人は知ってるかもしれないです。さあ、どうかな。チックタックチックタックコーンコーン、チックタックよよ、へいチックタック、へいへいチックタックチックタックよよ、へいチックタックチックタックよ。じゃあ正解は血を見るのが怖いから。なんとですね、福沢諭吉は血が嫌いだったんです。血を見るのが大嫌い、解剖の授業は受けなかったそうです。後に施設さんのロシアに行った時に手術の様子を見学したんですけど、その時は気を失ってしまったそうです。びっくり。ではもう一問だけいきます。諭吉が初めてアメリカに行った時、日本にはまだなかった珍しいものをお土産に買った。それは何でしょう。もらった人は羊羹のよういい匂いと言っているそうです。1、チョコレート、2、石鹸、3、チーズ。さあ、どれでしょう。どっちかな、どれかな、どれかな、よ、はい、まあ、これはかなりいい匂いがしますね。はい、ってことは、まあ、チーズは違うと。じゃあ2択になってきますね。時間切れ。正解は石鹸です。その頃の理由はですね、その頃日本人は体を洗う時、お米のぬかとかをぬかにつけたぬか袋っていうものを使ってたそうなんですね。今のような石鹸はまだ使われてなかったということです。まあ、びっくり。ということで、まあ、私が考えたちょこっと物知りクイズでした。最後に一つ、実は福沢諭吉はですね、かなり子供の時にいたずら好きだったんですね。で、神社の祠の中の石、みんななんで大人はあれに拝んでるんだって。それで福沢諭吉はどうしたと思いますか。そこら辺にあった石とすり替えたんですよ。わお、なんてバチ当たりな子供だ。私はその文章を読んだ時にもう福沢諭吉読みたくないぐらいまで思いましたからね。びっくり。いや、バチ。いや、よく生きてたですよね。本当に。ということで、福沢諭吉でした。私も笑顔の偉人になりたいな。笑顔の妖精、カピーハウ。ということで、コメント返しのコーナーです。ニコニコ。エリカさん、ボイミちゃん、こんにちは。電気シリーズいいですね。電気で読んだ偉人について知ったことや素晴らしいなと思ったことを声で伝えてくれて、ボイミちゃんの好きな気持ちがとっても伝わってきました。今平安時代を習っていますが、またリアルですね。大人には新鮮です。おすすめについて、我が輩は猫である、夏目漱石や友情、武者の工事はいかがです。スネアツは、武者の工事サネアツはいかがでしょうか。私が小中学生の頃に読んでハマった明治時代以降の作家さんです。ありがとうございます。じゃあ早速ね、読んでみますか。読んでみます、ね、図書館で借りたり買ってもらえたりそうですね、したいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて、お親指マソさん、教科書すらまともに読んでこなかった自分にはすごく楽しいかったです。これ聞かなかったら偉人って言葉使うことなかっただろうな。よかった。でもよかったです ね。ありがとうございます。お呼びマサさん、教科書読んでこなかったんですか。
続いて、はい、新妻新妻怪獣嫁エイジュさんを会ったことあるんですよね。ありますね、はい、ボイミちゃんの偉人愛が伝わってきます。歌人のおじいちゃんが亡くなった翌年に生まれたっていうのが運命みたいで素敵ですね。そう、樋口一葉ですね。私は学生時代歴史がめちゃめちゃ苦手だったので、この電気シリーズで勉強し直そうと思います。好きな偉人は坂本龍馬です。ああ、江戸時代なんでまだ習ってないかもしれません。仲が悪い藩、今でいう都道府県を仲間同士にして新しい時代を作った人です。肖像画も結構かっこいいので推しです。あ、坂本龍馬もちろん知ってます。知ってるね、西郷隆盛とか出てきますよ ね、 もちろん見ております。ありがとうございます。でもどうですかね、皆さん、改めて勉強しますかっていうね、すごく大人目線から。でもまた、え、いや、この人性格悪くないとか思ったりあるから、本当に、ね、そう思います、はい、あるから、もう一度ね、教科書見てみたり、また電気を見てみたり、はい、ぜひしてみてきっかけになるといいですね、はい、ぜひ見てみてください。以上、コメント返しのコーナーでした。ということで、今回福沢諭吉をお送りいたしました。8分にもわたる長い話ありがとうございます。今回も長引いてしまいました。ということで、またね、勉強し直そうとか言ってくれたりしてくれて本当に嬉しいです。次は誰にしようかなって思った時に、今目の前に手塚治虫がありましたので、そちらの方をご紹介していこうと思うなと思います。それでは最後までお聞きいただき、ありがとうございました。小学校6年生のボイミでした。123C、バイバーイ。